皆さん、こんにちは。ムーンでございます。で、今回は、11幕をやる前に、前回ね、ちょっと、支配人の方から挑戦状を、もらいましたので、ちょっとそれをね、やっていこうと思います。この挑戦状を受けるってところですね。はい、挑戦状、一番早いのはって話です。かけっこをした3人の男の子たち、ケン、一番早いのは僕さ、ジョン、一番早いのはボブじゃないよ。で、ボブは一番速いのは剣じゃない。本当に一番速かった子だけが本当のことを言っている。それは誰か。はあ、こういう問題か。かけっこをした3人の男の子たち、本当に一番速かった子だけが本当のことを言ってるんですね。一番速いのはボクサー。じゃあ剣は剣、自分が一番速いと思ってる。ジョンは一番速いのはボブじゃないよ。ってことは、ケンかジョンかって話ですよね。ボブ、一番速いのはケンじゃない。はあ、じゃあボブはジョンかボブが速いと言ってる。本当に一番速かった子、これジョンかな。ジョンの話誰も言ってないですよね、この中。まあ、早いのは剣じゃない。ジョンが一番早いのかな。一番早いのは僕さ。メモ、ここでメモが書けるみたいですね。剣は、でも剣が一番早いと思ってる。で、ジョンは、一番早いのはボブじゃないよ。だから剣かジョンだと思ってる。剣かジョン。汚ねえな、自分の字。指で書いてるんですよ、これ。で、ボブ、一番早いのは剣じゃない。だからジョンかボブってことですよね。ジョンか。汚ねえな、字。タッチペンがね、すぐに出せなくって。ボブ、読めねえ。 ジョン。ケンとジョン。ボブが一番速いのかな。チャレンジってやつどうなるんだ。下画面を、あ、これで、どうだろう。ちょっと待って、メモを見る。判定。残念。ノー。もう少し考えてみましょ なるほど。ちょっと浅はかでしたね。ジョンではない。一番速いのはボブじゃないよ。こういう問題苦手なんだよな。一番速いのは剣じゃない。本当に一番速かった子だけが本当のことを言ってる。ジョンの線は消えました。ということで、剣かボブになりますね。一番速いのは僕さ。一番速いのは剣じゃない。でもジョンはボブを否定してて、ボブは剣を否定してるんですよね。じゃあ誰、剣が正しい。あ、ちょっと待って。一番早かった子だけが本当のことを言ってるんですよね。ってことは、ボブが正しいとしたら、ボブが一番になる。でも、ジョンは一番早いのはボブじゃないよって言ってるけど、これは嘘になる。ってことは、ボブかな？どうだろう？
お見事です。やったー。これ私ジョンで引っかかんなかったら分かんなかったな。で解説見ましょう。ボブである。ケンが正しいとすればジョンも正しいことになる。ジョンが正しいとすればボブも正しいことになる。ボブが正しく彼が一番であればジョンもケンも嘘を言っていることになり、一番早かったボブのみが正しいことになる。なるほど。間違えた回数1回でランク A ってことは一発当てたら S になるんですかね。はい、じゃあね、今回ここで終わりにしましょうか。いやー、ちょっと多分皆さん一発で分かった方大多数じゃないですかね。私ちょっと頭の回転が良くないので、はい、間違えましたって感じです。じゃあ次回は11幕やっていきます。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンからご覧になっている方はチャンネル登録はこちら Please Subscribe の枠組みのところをクリック。スマートフォンの方はご覧いただいているページのチャンネル登録ボタンをポチッと押してください。それではまたのお越しをお待ちしております。